皆さん、こんにちは。水族館マニアです。今日は東京が誇る最先端の水族館、マクセルアクアパーク品川について解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、でマクセルっていうのは、この水族館とネーミングライツっていうので契約している会社の名前になります。で東京都港区の水族館で、音、光、映像と生き物を融合した、えー、最先端のエンタメ施設とホームページでは言われています。で、料金に関しては高校生以上で2500円、小中学生で1300円、4歳以上の 方は800円となっていますただ時期によっても結構変動があるみたいなんでまあ、参考程度に思っていてくださいで営業時間に関してはこの料金よりもさらに変動がすごくてあのホームページを確認してもらうのが一番早いんですけど基本的には10時から20時っていうのがまあ通常になっていてその前後9時から空いてたりとか、えー、閉まるのが早くて6時になってたりもします 休館日はなしで年中無休になっています。で、この水族館入ってすぐに水槽があるんじゃなくて遊園地になってるんですよ。遊具自体は4つしかないんで、まあ規模感としてはそこまで大きくはないんですけど、遊具のクオリティだったりサイズ感はもう普通の遊園地と同じぐらいの大きさで、それがまた屋内にあるっていうんでちょっと不思議な感覚になりますね。で、料金は1つの遊具につき500円になっていたと思います。 で、ここを抜けると比較的小型の魚が展示されているゾーンになっていましたね。で、僕が最後に行ったんえー、4年前とかなんでちょっとこのゾーンに関しては変わってるかもしれないです。で、これが終わると、えー、カフェというかバーみたいな場所になっていて、えー、軽食が食べれるゾーンになるんですけど、えー、そこの机が水槽になっていました。で、水槽にはイソギンチャクだったりとかここも小型の魚が展示されていてこれも結構面白いアイディアだなと思いました。で、えー、これが終わると、えー、クラゲゾーンに移っていくんですけどやっぱり光とか映像 をあの生き物と融合させる施設っってていうだけあってめちゃくちゃゃく綺麗なんですよねここが本当にインスタ映えするようなスポットだなと思っていてでこの光自体もあの時間帯によって結構コロコロ変わるんでめちゃくちゃいい演出だなと思いましたで次にワンダーチューブっていうトンネル水槽に移っていくんですけどこの水族館の一番の見どころはここだと僕は思っていますでこのワンダーーチューブ何がすごいかっていうと 僕が行った当時で14種類のエイを飼育展示していました。で、エイが飼育されている水族館自体は全然珍しくないんですけど、14種類も飼育している水族館で多分日本全国でもなくて、しかもそのエイの中には南洋マンタだったりとかノコギリエイとか、日本でもほとんど見られないような希少なエイを飼育しているので、本当に見応えがありましたね。あの、個人的には本当にここの水槽だけで多分2、3時間くらいは、あの、時間潰せるんじゃないかなっていうぐらい迫力があります。 でえー、今はこれエサヤりの。 時間なんですけど、やっぱトンネル水槽になってるんで、その天井の方に餌が溜まっていると、そこにエイがどんどん寄ってきて、そのお腹側からエイを見たりとか、本当にいろんな角度からエイを見れるようになっていて、これがまた面白かったですね。で、さっき言った南洋マンタは、東日本ではこの水族館でしか見ることができなくて、西日本では美ら海水族館で飼育されています。で、えー、南洋マンタと通常のオニートマキエイ、マンタの違いなんですけど、えー、オニートマキエイの方が体が少し大きくて、えーと 背中の模様が綺麗な T 字になっているんですよね。で、えー、口元が黒いのが特徴なんですけど、南洋マンタは、えー、普通のマンタに比べると,、えー、と、背中の模様がちょっとグラデーションっぽく曲線状になっていて、かつ口元が白いのが特徴です。で、体格に関しても普通のマンタよりも少し小さいらしいです。ただ小さいって言っても体長は3メートルか3.5メートルもあるんで、間近で見たら本当に びっくりするぐらい大きいです。で、このトンネル水槽、何四万を飼育できるほどのスペースがあるんで、本当に広々見ることができます。で、そのトンネルの通るところ自体もちゃんとスペースが確保されていて、僕が行った時間帯は夕方の6時ぐらいだったんで、人は閑散としてたんですけど、多分人が多い時間帯でもそんなに不自由なく見れるんじゃないかなっていうぐらい広いスペースになってましたね。で、このトンネル水槽以外もあのしっかりと,、えー、と見学用のスペースが確保されているので、そこがすごいいい点だなと思いました。 で、えー、南洋マンタ以外にもすごい種が展示されていて、さっき言ったノコギリエイなんですけど、実は2種飼育されています。 このドワーフソーフィッシュは世界最小のノコギリエイの仲間で世界でもアクアパーク品川でしか飼育されてない本当に貴重な種ですグリーンソーフィッシュは最大7メートルにもなる超巨大なノコギリエイでこの個体は全長3メートルぐらいだったんですけどそれでもかなりの迫力がありましたねで僕の地元の水族館にはノコギリエイの剥製が当時展示されていて子供の頃にそれを見た時は伝説の怪物みたいなイメージだったんですよデカすぎてただあのその怪物がこの水族館では生きた姿を生で 観察でできるんであの初めて見た時は本当に感動で震えた記憶があります。 で、ワンダーチューブが終わると、オットセイ、コツメカオソ、ペンギンが飼育されているゾーンに移っていきます。で、水槽内の環境も比較的自然に近い状態になっていて、で、かつ、この見学するスペースと、えー、歩く用のスペースっていうのがしっかり確保されているんで、さっきのワンダーチューブと同様、ほとんどストレスがなく、えー、生き物を観察することができます。で、これ個人的な好みなんですけど、哺乳類とか鳥類とか活動量が比較的多いような生物に関しては、屋外のスペースで飼育している時の方がやっぱり伸び伸びと、 動いていいいてててるる気気がががししし見ている側もそっちの方が楽しい気がしますで、えー、この点に関しては都市部の水族館だったりとか屋内型の水族館はやっぱりどうしてもそれができないっていう部分があるんで本当に仕方ないなっていう面ではあるんですけど、まあ、できればそっちの方が良かったなっていう点ではあります。で、えー、次ジャングルを模したゾーンに移っていくんですけどここではピラルクとか爬虫類の仲間が見ることができます。でえー、と内装自自体もあのやっぱり自然にに結構近い状態に寄せてくれで であの見ている側もなかなか飽きないような展示になっていますね。 生物の解説版に関してなんですけど、都市部の水族館とか、最近できたような水族館って、この生物の解説版がすごいシンプルだったりとか、そもそものこの解説版自体がなかったりとかっていう場所が結構あるんですよね。ただ、このアクアパーク品川に関しては、その解説版がしっかりとあって、最低限の生物の情報を載せてくれた上で、これだけあの最新型の演出をしてくれてるんで、非常にいいポイントだなと僕は思いました。 光の演出に関しては、かっこいいし綺麗な、いわゆるインスタ映えするような状態になっていて、最新鋭の水族館で言うだけあって、この部分は本当にさすがだなと思いました。で、この光の演出が自然に近い状態かって言われるとそうではないんですけど、あの、人を見せるための水族館としての機能はすごくよく果たしているんで、こういうのは僕はいいんじゃないかなと思います。 で写真にあるようにアクアパーク品川のイルカショーは屋内型でカマイルカ、ハンドイルカ、オキゴンドウが同時に行うショーになっています。で3種のハクジラが、えー、と同時に行うショーって日本でも結構珍しくて機動力のあるカマイルカ、多彩に芸をこなせるハンドイルカ、えー、体が大きくて迫力のあるオキゴンドウっていう全然タイプの違うハクジラが同時に行うことでショーの幅がすごい広がるんですよで。種の組み合わせによってショーの幅を広げている水族館っていうのもまたなかなか珍しくて これが仮に意図的なものなんだとしたらめちゃくちゃいいアイディアだと思います。で、この種の組み合わせだけじゃなくて、光、音で噴水だったりとか音楽とかいろんな演出を付け加えたイルカショーになっていて、こういう形式のものもまたあの日本全国で見てもこのアクアパーク品川でしか見られないものなんじゃないかなと思います。僕がこれ以上ダラダラ喋るのもなんなんで、ここからは音付きでご覧ください。 E aí では最後に水族館ランキングを交えながらアクアパーク品川の総評としたいと思います水族館ランキング僕が今まで43巻行った中で11位とさせていただきましたかなり高い順位なんじゃないかなと思いますで総評に関しては、えー、最先端の水族館というだけあってショーも展示もクオリティが非常に高かったですで大体こういう最先端の水族館って、まあ、僕の偏見でもあるんですけど、あのー、結構美術館寄りというか、あのー、インスタ映えするような場所っていうのが多いんですよでそういうい場所に 関しては生き物本来の凄さを見せてるっていうよりかは人間が演出した水族館っていうのが結構多くて あんまり僕そういう水族館好きじゃないんですけど、えー、その中でもこのアクアパーク品川は、ただ単なる最先端の水族館っていうだけじゃなくて、ちゃんとしたその人間の技術と,、えー、と生物の良さというのを組み合わせた本当にいい水族館だったなと思います。で、人が多くても見やすいようにしっかりとスペースを取った水槽の配置だったりとか、自然に近い環境づくり、特にえこのトンネル水槽のインパクトに関しては関東圏の水族館の中でも随一だったと思います。で、本当にさっき 言ったように単におしゃれの水族館ではないんだなと思いました。 イルカショーに関してはほとんどの水族館ではイルカが訓練によって覚えた技だったりとかイルカ本来の行動をそのまま生かしたショーっていうのが多いんですけどこのアクアパーク品川はそれに付け加えて人間の技術光とか噴水とか音楽を使った演出っていうのが加わっていて従来の水族館のショーとは全く異なっていましたあの非常に幻想的で斬新なショーだったなと思いますでもう一つすごいのが動物のエンリッチメントエンリッチメントっていうのはなるべくストレスを与えないよう な環境づくりにも配慮されていていあの例えばイルカショーの噴水やったじゃないですかあれがショーの時間だけじゃなくてイルカの休憩時間にも利用されていてあのあの噴水でイルカが遊んでいたりしてなるべくストレスを与えないようなそういう配慮もされていて本当に日の打ちどころがないような水族館だなと思いました東京には4つ水族館があるんですけどその中でも一番おすすめの水族館なんで是非行ってみてくださいごご視聴ありがとうございいいままししたたチャンネル登録お願いいたします